アリエル・ピンクはアメリカ・ロサンゼルスの男性ミュージシャン。アリエル・ピンクス・ホーオンテッド・グラフィティ名義でも活動している。1978年6月24日、アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれる。10歳頃から曲を書き始め、1996年から500曲余りをカセットテープにレコーディングしていた。2003年夏、アリエル・ピンクは ニューヨークで活動しているアニマルコレクティブに CD、R を渡した。翌2004年、アニマルコレクティブは、自身のレーベルパウトラックスを設立し、アリエル・ピンクと契約、10月にアルバム、ザ・ドール・ドレムズをリリースした。その後、今まで自主制作していた作品のリリースを続け、じわりじわりと世界中の音楽メディアや、インディファンから注目を集めるようになる。 デビューから一貫して自宅録音作品しか発表していなかったが、チリュウエーブの父と呼ばれるほど次世代 DIY ミュージシャンたちに影響を与えていた。2009年、アリエル・ピンクはイギリスの名門インディーレイーベル 4AD と契約した。翌2010年、アリエル・ピンクス・ホーオンテッド・グラフィティ名義でアルバム Before デイ d a y をリリース。アリエル・ピンク初のスタジオアルバムとして 早くから注目を集め、音楽メディアから絶賛を浴びた。メディアが発表する年間ベストアルバムのリストでは、ピッチフォークで9位、ステリオギムで20位、NME で23位に選ばれた。また、収録曲、ラウンドラウンドは、ピッチフォークで年間ベストソング1位に選ばれている。2012年8月、アリエル・ピンクス・ホーオンテッド・グラフィティとしてのセカンドアルバム、 街はシームズを 4AD からリリース。2021年1月6日、アメリカ・ワシントン DC でのドナルド・トランプ支持者による連邦議会突入に参加。アルバム、ありがとうございます。